はい、じゃあここからは杉浦に方へ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。はい、まずはちょっとキャラクターを田岡さん選択してもらえますか。今回は2パターンから選べるんですよね。そうですね、あくまで今回の TGS バージョンということで2体ということなので、本番はもっともっとバリエーションが多くなります。はい、で、私有のロムにはない、スキルのセレクトですね。製品版ではたくさんのスキルから好きなスキルを選ぶことができます。はい、選ぶのも楽しみの一つですよね。そうですね、はい、で、じゃあこのスキルでいきたいと思います。はい、はい、お願いします。何か田岡ディレクター、この選んだスキルで意味はあるんですかね。わかりやすいやつを選んだあ、わかりやすいやつをと、はい、宮下さん、カジュアルモードがあるみたいですけど、はい、これはどういうもんでしょう。はい、カジュアルモードはですね、アクションゲームに慣れてない方でも、手軽に遊んでいただけるものです。うんうんうん、今回は田岡さん、ズバリどちらで。それはオフでいきます。オフで、はい、はい、じゃあアクションゲームに慣れてる方ということで、はい、これプレイヤブルの時にも、下のプレイヤブルの時でも選べるんですよね。はい、そうですね、選べます。なので皆さん、アクションの苦手な方はオンにしていただいてプレイしていただければ、はい、嬉しいですね。はい、そうですね、もうどの方でもできるって形を今目指してます。今日は多くの方に使用していただきたいです。さあ、そして現在画面の方に石像リーディングってあるんですけど、宮下さん、はい、この石像を未来の自分のマイハウスでこう触ることで、はい、マイルームで触ることで、はい、この今のフロアになったんですよね。そうですね。石像どこにあるんでしょう。石像はですね、田岡さんの目の前に、キャラクターの目の前にあるものですね。なるほど、はい、部屋 ですね、そうですね、石像を触るとそれが目の前にある形になります。自分の部屋にある石像をリーディングすることでこのダンジョンが生まれるとはいいうわけですね。そうなります。はい、これプレイヤーは過去を読み取ることができるっていう能力を持ってるんですよ、これね。そうですね、石像の過去を読み取ってます。はい、だから自分の現在住んでいる場所を拠点としながらこのダンジョンに潜ることができる。はい、はい、そういうわけです。はい、ここはエントリー、始まりのエントリーと書かれてますけど、宮下さん、どういう場所なんでしょう。はい、ここはですね、基本的にはマルチとかで遊ぶ場合は皆さんで集まるところになります。はい、なるほど、つまりロビーですね。そうですね。なるほど、はい、このロビーっていうのはこのデザインだけなんでしょう。いろんなダンジョン、環状によってですね、いろんなエントリーのデザインがあります。はいはいはい、じゃあロビーも毎回毎回違うものになると。はい、違うものになります。はい、わかりました、ありがとうございます。そろそろ戦ってみたいですね。そうですね、見てみたい、はい、我々もずっと思っているんですね。はい、うずうずしてます。はい、すいません、見せてほしいと。田岡さん、奥へお願いします。田岡さん、もう行っちゃってください。はい、はい、これから下の私有台で遊んで、遊んでくださる皆様に向けてですけども、うちのゲームの基本操作として、攻撃が2種類、R1 で、弱攻撃で、R2 で、強い攻撃ができます。で、基本は、L2 で構えて狙って好きな場所を、攻撃すると、これが基本になるので、ぜひ構えて敵が出たら狙って攻撃するという形に。構えて撃つです。撃つじゃない。はい、わかりました。で、あとはスキルと魔法、マジックアイテムのようなのでぜひ、私有台では遊んでいただきたいなと。スキルは上下で選んで三角で使うと。で、魔法は左右で選んで狙って。田岡さん、ここで使っちゃって大丈夫ですか。ちょっともったいない気がする。大丈夫ですよ、なんとかなります。はい、わかりました。では、どんどん進んでください、お願いします。結構プレイヤブルの様子を後ろから見てると、魔法とかこれ使ってない方が多いので、ぜひもちょっとこれから並んでる方々は、そうですね、ちょっと使っていってみていただければなと。はい、で、左右の画面がですね、裏で、別の格闘スタッフが2名やってますので、別々のダンジョンに今から3種類入りたいと思います。はい、それでは魔法陣の方乗ってください、お願いします。はい、今回見ていただくと分かると思うんですけど、左右に出てる、ダンジョンは内容が違うんですよね、これマップの構成が。はい、同じ石像をリーディングしてるんですけど違うダンジョンになります。今回プレイステーション4の演算能力であったりとか、メモリーの大きさとか、そういうのを使ってですね、今回自動生成というものに、今回ディープダウンはチャレンジしてますんで、皆さんそのあたりも何回やっても楽しめるっていうところをちょっと体験していただければなと思います。はい、まさに今現れたダンジョンですよね、宮下さん。はい、そうですね、はい、別々のダンジョンになってるかと思います。はい、はい、田岡さんの画面いきなりスイッチがありまして、今押しましたね。おっと、いきなり宝箱じゃないですか。はい、ちょっと豪華な宝箱です。こういうラッキーなこともランダムなんで起きると、ね、はい、いうことですね。どこに起きるか分かりません。はい、
これ後ろの方は多分よく見えると思うんですけど、全く違う内容を今裏側の2名のプレイヤーが動いてる。これ罠ですね。はい、トラップ壊しましたね。はい、お最初のモンスターですね。モンスターがようやく出てきました。はい、はいはい、これホップという、モンスターになります。あのこのモンスター見てるとたまに私かと思う時あるんですけど、はい、これモンスターになります。なるほど、はい、攻撃に攻撃当てるとですね、攻撃を弾く跳ね返すことができます。田岡ディレクター、これ V ごとに攻撃する意味あるんですよね。V によってまあリアクションも違いますし、足ついたら膝まついたり、はい、まあ、弱点は目玉になるので、ぜひまあ目玉狙ってもらえるとより大きなダメージを与えることができるので。なるほど、狙う場所でもいろいろあると。これはアクションの攻略にもなっていくんですね。おっと、落とし穴ですね。これも自動生成で作られます。落とし穴には宝箱ですね、はい、ラッキーですね。ラッキーですね。モンスターがいる場合の落とし穴もあるんですね。はい、あると思います。はい、これ道に迷った時マップとかって出るんですか、田岡さん。マップは PS4 の真ん中のマップタッチ、マップパッ、マップタッチパッドボタン、はい、押してもらうと、はい、に表示されます。はい、この辺で結構質問もあったので、これ迷っちゃうんじゃないのかっていうのが質問があったので、まあ、このマップを使えば少しの迷いの軽減はできますよね。これそうですね。ただやっぱりダンジョンですから、少しは迷っていただいて楽しんでいただくのもありかもしれませんね。お、スキルですね、はいはい、一撃で決まりました。仕留めましたね、はいはい。今日の田岡さんの引いちゃった男女は結構暗いですね。ちょっと暗めですね。本当これ毎回やる毎回違うんですよね、はい、左右の方とか結構明るめのところとか、はいはい、明るいですよね、はい、プレイしてると思いますけども、宮下さん、あの、はい、なんかあのな声が出てきたんですけど、そうですね、今あの声が字幕でも出てますけども、はい、これメメントと言います、はいはいはい、これらの声を聞きながら、拾いに集めると、今ちょうど田岡さんの画面に出ましたね。ただのダンジョンだけでは、はい、ダンジョンではなくて中にこうストーリーというか、そうですね、メメントセリフがありますので、これを集めていただくという形になります。このセリフが布石になってるんですよね。そうですね、はい、で、その先ほどのセリフを集めて、今ちょっと出てますけども、謎を解き明かしていく、ストーリーが進んでいくという展開になります。川岡さん、ストーリーも結構ボリュームあるんでしょうか。そうですね、たくさんボリュームと、あとオンラインでみんなでそのストーリーを話し合って楽しめるような作りにしています。なるほど。ということは今左右でやってる人たちのメメントの声を合わせていくと何かが開けるっていうことなんですかね。そうです、そうですね。TGS でもたくさんあるので、どんなメメントを拾ったか話し合ってもらえると。そう言ってる間に田岡さんがモンスターハウスにちょっとピンチですね。はい、突入してしまいました。トラップですね。やばい、痛い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 、ちょちょちょ、神プレイお願いします。これはさっき使った魔法が増やされますね。いよいよ見せてもらえるんですね。おーっと、一撃で3体いきましたね。うまいこといきました。はい、いいとこに。田岡さん死ぬとあのステージの映像を終了しますんで意外とこれやばいです、はいはい。まあ、集大では死んでもあのいくらでもコンティニューできるんで最後まで遊んでもらえるといいかなと。はい、はい、また元の場所に戻りましたね、はい、トラップから抜け出しました。先ほどのメメント拾ったのでですね、今ポッケにあります。ポッケがキラキラしてます。これは罠ですね、はい、罠で飛んでくる弓矢もですね今弾いて返してました。こう槍で突くことで罠を弾き返せるみたいな感じなんですね。はい、攻撃などを弾き返せます。はい、お、魔法を使いました。これ竜巻ですね、はい、かなり派手ですね、はい、この竜巻は結構いろんなところで相手に使えるパターンですかね。それは後ほど言い方を。なるほど、はい、で、これ魔法陣、ね、魔法陣が見えましたね、まもなくゴール、はい、ゴールですね。おお、はい、また罠ですね。これまた罠でしたね、これ、はい、魔法陣ってこれ油断した時に罠があったりとかですね。それはまだ罠、敵がいましたね、この人。しかもモンスターいますね、はい、敵が、はい、仕留めましたね、なんとか、はい、クリアできそうです。
結構テロップ読んじゃいますよね、はい、なんか気になって、はい、そろそろゴールですかねこれ。そうですね、この後魔法陣に乗っていただければ、はい、はい、これで、ソロのプレイは終了になります、前回のプレスカンファレンスの時にですね、はいはい、本当に